はい、どうも斉藤ファクトリーの斉藤です。ね、先ほどこちらの、動画を今撮って、後撮りでそのまま壊れやすいところ持病ですね。動画編集が間に合えばすぐポンポンと上げちゃおうかなと思います。今回も、こちらはちょっと長い動画にはならないようにはすると思うんですけども、まあ、5分ずつぐらいの動画で上げていきたいかなと思います。まあ要点だけ掴んでもらえればそれでいいかなと思いますので、軽く説明としていきます。壊れやすいところ持病、MRS よく壊れるって言われるのが O2 センサーですね。ちょっと見にくいんですけど、あちらに、駅マニが置いてあって、そこの下に青いコースのついているものが、O2 センサーになります。やっぱり MRS の O2 センサーっていうのはエンジンからすぐ来てるんですよね。それなんで、オイル食いが始まってる車両とかはやっぱすすがついたり、あと熱を一気にこうボバって加えられるんで、ちょっと寿命が短命なのかなという印象を受けます。他の車種だとやっぱ結構リアピースまでバーって引っ張ってきたところについてたり、駅マニから降りてきて触媒のところについたりするんで、ちょっと距離が離れてるんですよね。それなんで寿命がやっぱ MRS は近い分短いのかなというところではありますけども、そんなに1ヶ月2ヶ月でボコスが壊れるものではありません。それなんで、純正品、私は純正品をおすすめします。そちらの青い方は純正品じゃないので、まあちょっと私の車両には相性があまり良くなかったんで、置いてあって、今パワー SC の方でO2 センサーのフィードバックが切ってるんで、O2 センサーレスの状態でしています。まあ実際のところ O2 センサーも純正品買うと1万1000円で、2本同時に壊れるってことがないんで、大体1万1000円ぐらいで済むと思います。でソケットが1000円ぐらいで、Amazon などアストロさん、その他もろもろで1000円ぐらいで買えるので、誰か代表で1本持っておくと、他の人が助かるかなと思います。まあ1000円ぐらいだったら1本自分で買っとこうかなと思って、なかなかそんな年がら年中使うものではないので、基本的に、隅っこに追いやられる行動です。で、オーツセンサーの話はその辺にしといて、まあオーツセンサー詳しい話が聞きたいよとか、純正品番教えてとかあればコメントか、まあ誰か他の方は結構いろいろミンカラさんとかで上げてることが多いんで、その辺で調べてみていただければなと思います。で、MRS 実際にこの、次行くと防難民って書いてありますけど、防難民の方は結構多いです。で、防難民とは何ぞやと思う方いらっしゃると思うんですけど、 MRS 乗ってるといるんです、防難民。エンジンフードをバンって開けた時に棒でこうやって使えて止めるんですけど、その棒をまたしまう時にここにパチンってパチンってなんか U の字みたいなやつにパチンって収まるんですよね。そのパチンってパチンっていうやつが、やっぱ劣化によって粉々に吹き飛ぶんですよ。そうすると棒がプラ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 ってして、エンジンかかって走ってるとカタ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 っていうんで、みんなテープで止めたりとかタイラップで止めたりするんですけども、部品が出るんで300円もしない、100円とかなんか結構安く買えるんで、その辺は、誰かまとめて5個ぐらい買った方がいいんじゃないかと私は思います。そうすると誰か防難民が出て、ああいいよ、俺ちょっと1個持ってるから今売ってあげるよ、ジュース買ってっていうぐらいの勢いでいいと思います、私の中では。これも地味になんか、なんか嫌だなって感じになるので、私は買っとくことをお勧めします。で、次ですね、ここホロの劣化、これは、MRS としてはかなりの問題点ですね。まあ、しっかりと喋るととても長い動画になってしまうんで、ちょっと軽めにホロの劣化のお話をすると、純正ホロっていうのはもともと硬いです。気温が本当に15度とかぐらいになってくると、もう硬いなっていう印象を受け出すので、冬のオープンカーって気持ちいいんですけど、実際、純正ホロで冬は多分開けない方がいいと思います。とても冷たい風を浴びながら暖房の熱風も浴びて、なんかちょうどいい、あの露天風呂に入っているような感覚ですね。寒いのに暑いみたいな、それがいいんですけども、ホロがボロボロになってボロホロになるんですよ。そうすると結構一気にみすぼらしくなるんで、張り替えをすると大体、千葉県です、千葉の、中央の方にオートトップスさんっていう確かお店があるんですよね。そこで張り替えができます。大体13万円ぐらいかかって1日で仕上がるそうです。予約を取れば、物も全部発注もしてくれるみたいで、他会社員の方がやってるとかって噂を聞いたことあるんですけど、実際どうかわかんないですけど、週末だけだよっていう噂を聞いたことあるんで、まあ、その辺は問い合わせしてみてください。昔ホロが劣化したら、13万円でホロを張り替えるかハードトップを買うかっていう選択だったんですよね。ホロとハードトップが、当時5年ぐらい前は同じぐらい値段だったんですよね。今はハードトップが20万ぐらいを超えてきちゃったんで、ちょっと
どうしようっていうところですけど、まあ、ホロ張り替えるんだったら、ハードトップを頑張って今20万ぐらいで仕入れてつけてホロを捨てちゃってサーキット用にするというのも私はありだと思います。でホロの話もまあその辺にしとけばいいのではないかなと。他細かいところも結構いろいろあるんですけど、あと一つホロで言うと、ペタックスっていう、トラックのホロ補修用の、テープ、強力なテープが出てるんですよね。そちらで、ちょっとの穴とか、ガラスがちょっと剥がれてきたとかっていうのはそれで補修できます。それで補修していただくと大体、まあ、ちょっと延命はできます。だそれをしばらくやって、あの自分のお金を貯めていくか、勢いに任せてあのクレジットカードとかでもハードトップを買っちゃうのかホロを張り替えるのか、その辺は自分のお財布と相談してみてください。ちょっと長くなってしまいそうですけども、そのまま触媒の、蜂の巣の崩壊、目詰まりですね。これは、よく前期型に起きるって言われてて、まあ、基本的に私前期型でしか聞いたことはないんですけども、そちらに駅マニと触媒、置いてありますけども、触媒の中に、蜂の巣状のなんかこう粉々したものが入ってるんですよね。そこで、排気ガスをきれいにして外のマフラーからきれいな排気ガスを出すっていうことになってるんですけども、その蜂の巣が、崩壊をして詰まってエンジンが吹けなくなってエンジンブロー、そういう話結構ちょこちょこ聞きますね。それなんで、おすすめ、お金がない人のおすすめは触媒をくり抜いていただく、触媒、液マニを外す、触媒を外す、ハンマーマイナスガンガン叩いて砕いて中身を出してしまってくり抜きを作るっていうのが結構貧乏系チューンの定番っていうところですけど、抜くと結構音音質がかなり変わってボロボロボロっていう音になるんですよね。私はそれが嫌いな盗聴の液マニを入れてるんですけども、ボロボロ感がすごい強くなるんですよね、音の。まあ、私、まあ、動画そのうち違うので上げると思いますけど、サウンドソムリエ自称してるんで、マフラーとか排気周りには結構音のこだわりが強くて、綺麗な音で走りたいというところでいろいろこだわっているんで、純正くり抜きとか基本的に使わないようにはしてます。それなんで、でこれの話をするとですね、前期型がよく壊れるっていうんですけど、もしかしたら、触媒が悪いのではなくて、前期型でオイルがクークーってやっぱ言われてるんで、前期がオイルが減ってって、そのオイルのスラッジとかその焼けたカス、すすがどんどん溜まってって、一つずつその蜂の巣みたいなセルっていうんですけども、それを崩してったり潰してったりして、最終的にはもうボロボロになって後に引けなくなってくるのではないかなと、ちょっと予想ですけど、そういうのもあるので、まあお金がなくて前期乗ってて、それ怖いなっていう、で結構エンジン勝ちますんだよねっていう方は、先に外して捨てといた方がいいかもしれない。それか結構今安い液マニがいっぱい出てるので、その辺を取り付けるのもありかなと私は思います。で次ですね、これで終わりになります。ストップランプスイッチクッション、よく、MRS 乗ってる方とかで見られるのがブレーキランプがつきっぱいになる現象、これ日中つくとあんまりわかんないんですよね。日中にブレーキランプがつきっぱいになるとあんまりわかんないんで、気づかずにそのままお家に帰ってしまったりとかするとバッテリーが上がったりとかするんで、その辺は気をつけてもらいたいなと思います。これ自体も部品が100円とか150円とかで買えるものなんですよね。で、ブレーキランプがつきっぱになって、あれって思って車内を見ると、大体足元にプラスチックが半分になったものがポロンって落っこちてます。それをもう見つけたら、あ、俺のブレーキランプは壊れたんだなと思っていただければいいかなと。それも別に難しいものではないんで、シート外してピッてつけるだけなんで、その辺で対策していただければ難しいものではありません。ただ、キルスイッチがついてない、バッテリーをピコってすぐ取れないっていう環境下にある方で、遠ミリの工具がないからマイナス外せないとかっていうのだとちょっときついんで、遠ミリの工具を1本入れとくか、ブレーキランプのスイッチクッションを1個入れとくかしといた方が私はいいかなと思います。壊れやすいところ G 秒大体その辺ぐらいですね。あとは、オイル食いがするっていう話は、多分車両の購入の注意点とかっていう動画も上げようと思ってるんで、その辺で、詳しくお話をしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ではどうも、またそのうち、動画を上げると思いますんで、よろしくお願いします。